何にもこうなんでって考えてなかったけど、なんとなく思ってたので、一応じゃあ、あ、いいですよ、じゃあ行ってみますって言って簡単に来ちゃった。それが本当初だったんです。すごい今までです来たね。こともないのに。あ、わかる。私 来まもした。同じような感じで沖縄に来たの。今まで一度も行ったこともないけど、とりあえず逃げるために沖縄に来た。あ、そうなんですね。はい、面それから白い。ずっと、もう今年で17年目になりました。長いですよね。かっちゃんさんは今西宮なんですかね。ララポート、ララポート甲子園してます。私がいた頃はなかったです。もう18ラ年ポーぐらト、い前。そう、 18そっか年そっ前か。はなかったですよ。ああ、そっかそっか。かっちゃんさんはあれですかね、西宮に今お住まいなんですかね。すそうごいいでうすよそうね、だ西ね。宮とか。あと武蔵さんどちらすなんでしょうごか。い、西す宮ごいで聞いそう、てらっしゃるんです全国からね。こう聞いてくださると思うとすごい嬉しいですよごね。い。これはね、今めね、ぐみさんあ、がやってるからだね。阪神パークやね。そうです、そうだ全ね。くわかり私まわすかんよ。ない。今日の沖縄はね、すごい晴れてますけどね、全国どういう天気なんでしょうなんでしょうね。ね、今日暑いですよ、沖暑い、そうそう、私縄は。たち汗拭きながらそう。夏そっでか、すよね。夏です、夏です。そっか、そんなところから。そうなんです。で、そういう仕事をずっとやってたんですけど、たまたまこれも出会ったのがツアーナースという仕事があると。ねえ、私だから出会った頃ははもう、ツアーナーそうスでさんでいす、らっしゃっそうたんでですすよよ。ね。はい。な、で、あ、そっか、そういえばそういう人修学旅行にいたなって、あ、その思時いまはした？いはい、その保私、健の先生じゃない人ああ、はがい、いらしてはい、はい。て、なんだろう、あの人はみたいなの、私確かありました。の修学旅行の時は、なんかあんまり、そんな人いたかなっていう感じだったんですけど、今は必ず、学校の、そう、養護教諭の先生か、その看護師が必ず、修学旅行についていく。安心ですよね。そうですでもね。結構な負担でもありますよね。だってその1学年全員をあ、1そうで人す、でそう見でるわす。けですそうよでね。す。だから、多い時は300人ぐらい いたりします。ちょうどね、いつでしたっけ、なんかお会いする予定だったけど、あ、すごいはい。グロッキーだっそう、たそ時がうなでんす。かありました。年末でしたか年ね。末です。あれねは、年末はね、あれはまた別だったんですけど、ちょっと、あれ何ではしたっ修学旅行け。じゃなくてですね、ああ、福オッケーオッケー。島のですね。久米島そうです、の施設の方そうです。の。だから、そう、すご修い。学旅行以外にも、そう、いろんな、そういう、ツアーというか団体で子どもたちを預かるとかっていう時に、一緒に行って健康管理をするっていうような。それもなかなか、ほら、慣れた場所でならできるけど、その臨機応変にそうやってやってるのがすごいなって本当に思います。バイタリティというか。楽しいんですよこれが。なんかですね、子どもたすごいちっですてね。ね、私今までその出会った中学生、高校生、みんないい子なんです。もう、そう、でも本で、当そう、子供って本当に、自分の子供とかはね、もう、こらとか言って怒ったりしますけど、もう本当に宝ですからね。本当にいい子ね。で、私の出会った先生たちも本当に生徒のことを考えて、毎日ですね、一日が終わって消灯を子供たちを寝かせた後にミーティングが毎晩あるんです。で、そこで今日先生たちと私や看護師とかと集まって、それから添乗員さんとで、今日生徒たちで何か問題がなかったかどうかとか、健康管理面からとか、あとは行動問題であるとかから話し合いを持つんです。で、明日のスケジュールで不備がないかっていうのを話し合って、そうですで、ね、旅解先散です何るかあっみたたらい大な。変ですもそんうなんね。ですよ。で、その中で思ったのが、自分が子供の頃ってこんなにたくさん病気を持ってる子ってそんないなかったよなっそうて、ね、そうなんですよ思ね。って、ちょっとあれって思ったんですよね。現場からの気づきですよね。まさに本当初めて美和子さんと私お会いした時に、その話でめちゃめちゃ盛り上がったんですそうよでね。す。確かあれは。
夏でしたね。夏ぐらいです。6月か7月ぐらいでしたよね。はい、発酵ドリンク、私がその、うん、開催してた発酵ドリンク講座にたまたまフェイスブックを見ていらしてくださって、でその時にまあそのまあミネラルを使った農薬除去とか、うんうん、あとそういった、まあ、化学物質、うんうん、抗生物質とかのその低減の話をした時に、うん、やっぱりそういうのが原因かもしれないっていうような、うん、その今の子どもたちの不調がですよね。そうなんですよ、うんうん、なんかまあ、あのいろんな問題で食生活に問題のある、うん、あのお子さんもいらっしゃるんだけど、そうじゃなくっても、はい、こんだけアレルギーや、うん、そのアトピー喘息の多いってなんだろうって、ね、遺伝というかなんかね、これは何か先天性後天性わからないけども、 でも現状がそうっていうことは何か起こってるよ、ね、絶対って思って、うんうんうん、でその原因が何だろうなって思いながら、うんうん、ってるところにめぐみさんといろいろお話しさせてもらって、うん、そうだ、ね、地球の環境がこんだけ変わってきてるんだっていうところを、ね、あ、これ原因の、うんうんうん、中に入ってるんじゃないかなと思って、全部つながってますもんね、うんうんうん、そうなんです。だからその本当にライフワークとして保護熱化活動と、あとは環境問題を考えるっていうのが一つまた加わって、はい、本当ね、これはもう何からやったらいいかっていうところですもんね、うんうん、今ちょうどその、まあ、コロナ騒ぎの、うんうん、まあ、影でというか、うん、裏でというか、うん、こっそりというか、うん、なんていうかわかんないですけど、その苗の問題、うんうん、だから種子法からの、はい、そうなんですよ、ね、こんな時期にね、もうなんだから何してくれてんのみたいな感じしますよね、あれね。でたまたまあの方何でしたっけ、すごい綺麗な女優さんなんで、あれなんとかコウさん、カタカナでコウさんっていう名前の綺麗な女優さんいましたよね、なんだっけ、このコウさん、うん、なんだっけ、あ、名前忘れちゃった、コウさん、こういう名前の人いませんでした、あの大河ドラマとかにも出てたんですけども、はい、あれ小春さん知ってます、なんとかコウさん、柴咲コウさん、あ、あ、そっか、柴だ、そうそうそう、紫ってかと思った、柴ですね、そうそうそう、柴咲コウさんが、はいはい、ツイッターで、うん、ね、みんな苗の話、あ、種の話だか苗の話、うん、ちょっと、うん、どっちか忘れちゃったけど、うん、知ってる、こんなことになってるよってつぶやいたんですよね、うん、そしたらそこからやっぱ若い子たち、うん、今までそんなのニュースも気にしないくって、うん、まあ新聞ももちろん読まないんでしょうけども、そこからみんながえーみたいな、そこからこのキーワードとしてすごい上がってきたっていうところがあったんですね。いや、これはね本当にあの私たちの食べるものの問題ですからね、もっとちゃんとテレビとかもやってくんないと困るんですけど、そうですね、なんかバレちゃったら やばいのかちょっと分かんないですけどね、分かんないですけど、でも私本当さっきの話もそうなんですけどね、あのこう動物と共存する、うん、ということと環境問題って、うん、これ今 の、 その、うん、ある程度経った大人に言って、うん、まあ、響く人もいますけど、うんうん、なかなか行動を変えられない人が多いので、習慣がね、そうなんですよ、もう長年、ね、培われてますからね、私は絶対これ学校で早くにやるべきだと思うんです、うんうん、それは分かります、うん、小さいうちからやっぱその命の大切さとか、うんうんうん、絶対必要ですよね、必要だと思うんで、うんうん、命の大切、自分の命、うんうん、それから家族の命っていうところで、うんうん、この環境問題が関わってるんだよっていうこと、はい、もうそこで知ることが必要じゃないかなっていうふうに最近は思って、うんうん、ちょっと修学旅行の時に、うん、こうあの少しあの生徒たちとこう時間で話ができる時には何かの話からやっぱりそんな、うん、そういう風なことになったりとかね、あ、それは宮子さんからお子さんに声かけるってことなんですか、うんうん、たまたまやっぱり集団行動が苦手な子とかもいるので、はい、そうするとポツンって行ったりとかする子がいたりすると、うんうん、ちょっと話しかけてみたりして、はい、そうするとなんかいろいろ話してくれるんですけど、うんうん、そういう子の方こそすごい考えてますから、うんうん、そうなんです、すごいですよね、哲学的な子多いですよね、うん、そうなんですよ、ちゃんと考えてる、うん、だから余計に考えてこう何も考えてないわけじゃないけど、うん、こう楽しむことだけをしてる子たちと多分共
距離感がね、うまく大人なんでしょうね、うん、ある意味ね、そうだと思います、うんうんうん、だから、うん、ちょっとそれで自分が一歩引いた位置にいるっていうお子さんも、うんうん、まあいるので、そういう時に時々話しかけていくと、うんうん、いろんなこと考えて、本当にその自分も、うん、動物のことをとても、はい、うん、興味を持ってるとか、うんうんうん、あと環境問題のことも、うん、本当中高生でも考えてる子は考えてるんですよ。結構取り組みでね、うん、やってるところ多いですよね、うん、まあ、でもそれもやっぱりその先生によりますよね、うん、先生がすごい本当に勉強されていて、うん、でこういったものがある、例えば、うん、私もこの間ちょっとトライアルで参加させてもらったんですけども、うん、すごい私尊敬している橋本淳二先生というこの水の、うん、はい、何ですか、水ジャーナリストの方ですかね、すごい本書かれている方でね、でその方の、まあ、著作とかも結構教科書の中でも使われてるんですけども、でその方の活動でその水の一滴の水がどこまで行くかとか、あとその水の流れで、この間も参加して面白かったのが、ある場所ですごい汚染された、水が発見されたと、ヒ素だったんですけど、ヒ素ってね、はい、カレーの、はい、事件の妊娠の親の方よく、はい、和歌山か、間違えました、はい、そうそうそう、うん、そうそうそう、あれで結局その、その問題の、まあ、答えは普通化学工場が原因だと考えるんですけど、うん、実は墓地だったんですよ、うん、墓地汚染の原因が、そうそう、墓地だったんですね。でも私たまたまそれね、前なんかで読んでて、本でその昔ちょうど南北戦争の時代、アメリカの南北戦争の時代に、はい、なんかこの死体の処理で、まあ、すごい人が死ぬから、はい、その処理の過程でその防腐目的かなんかですごいヒ素を使ってたっていうのを知ってたの、たまたま。で、あとはそう、アロマもやってたから、はい、でアロマもその結局そのミイラ作りもすごいその香料で使われてたんですよね、はいはい、この死体が綺麗に、うん、腐らそのまま綺麗に形に残るように、うん、変に防腐腐らないように、うん、そのミルラっていう精油のを浸したの包帯で巻いてたのがそのミイラなんですけども、うん、まあ、そういうのでヒ素も使われていて、その、うん、ピラミッドの時代から、そう、それで結局そう話長くなっちゃったんだけど、うん、そう、それででもなかなかその普通に人って思い込みで、うん、あ、絶対化学工場だ、うん、原油庫だみたいな、うん、決めつけるその硬さがこの良くないんだなっていうのがすごいその時に改めて、うん、あみたいな、もっとちゃんと検証して柔らかくしてやなきゃダメだなっていうのが思って、でもそれもなんかそういうワークショップがもういろいろあるんですよね。でそれね、学校にも取り入れられてるらしくって、でもそれを知ってる先生が知ってるのか、うんうん、そういうワークショップができるのを知らないのかとか、うんうんうん、その環境によって、環境っていうのはその子のいる環境によってその学べるのか、うん、その厚みの違いの結構ね、うん、一人でそこに行き着くっていうのは難しいですよね。うんうん、そしてまたいろんな人のこの話し合いの中からこういう意見もある、うん、あ、これもあるみたいな、うん、なんかね、そのあたりもうちょっとこう、うん、今ちょうどコロナで、うん、ウェブとかいろいろあるから、はいはい、そのあたりでなんかね、そうですね、いろいろね、皆さんも興味あるの、うん、環境問題のなんかいろんなワークショップとか無料の ねあるから、そう参加してもらいたいですよね。ですね、うん、もう本当に今回のコロナは、これは、うん、終結って終わり、は、うんうん、まあ難しいと思います、うんうん、だから落ち着くっていう状況があって、はい、うん、またそのもう一回波が来るっていうふうに言われてるのは、うん、冬になんか来るらしいですね、はい、しかも次回は1兆円らしいですよね、はい、すでに今ね1兆円での方も出てきてるんですけども、はいはい、うん、そういうのが沖縄ででも、はい、あ、1兆円で、そうなんですね、うん、っていう方もいます。うん、だからこれ今やってる、うん、そのコロナで、うん、手洗い、うがい、きちんとしましょうとか、うん、こう外で物を触ったら、うん、その手で顔を触らないようにしましょうよっていうのは、うん、これコロナだけじゃなくって、うん、今風邪とインフルエンザが劇的に
沖縄いないんですよ、はい、あそうなんですか。あれ沖縄結構ね夏にインフルエンザって不思議な現象がありますよね。この時期もインフルエンザ出てるんです。ですよね、普段であれば。そうなんです、3月もインフルエンザ多いんですよ、はい、なんですけど、うんうん、インフルエンザいないんですよ。すごい。だから、ね、あの普段の手洗いとか、うん、うがい、うん、それからあのきちんとこう、うん、あの今は多分いろいろ気をつけてマスクもしてますし、うんはいはい、帰ってきたら着替えをしてとか、うん、そういうこともねやられてると思うんですけど、うんですね、それがそういったあのコロナ以外のものにもかかりにくい体にはしてるのは、うんはいうん、もうあの病院にいるとよくわかります。あーすごい。今私その修学旅行がこんな状況なのでないので、うん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 あのクリニックの方で、うんうん、あのヘルプで今、はいうん、入ってるんですけども、はいうんうん、でいないんですよ。それはねある意味朗報というか、そうですすごい、うん、コロナも大変な方々もいるんですけども、はい、ちょっと違う意味 で、うんはい、であとやっぱりこのガンジス川がすごい綺麗になったっていう、うんうん、なったっていうの、ねね、ですよね。四万十川のような清流になったっていうのを見てとあとは、うんうん、あの面白いですよね。その、はい、動物がね、うんうん町に出てきてるあの姿とかも、はいはいうん、いろんなあの、ね、海外のを見てると、うんうん面白い。あと空気が ね、とても綺麗になってるとか中国でしたっけ、はい、なんかすごい綺麗になってましたよね。だからその産業革命後の、うん、そのまあ資本主義のあり方みたいな、うん、やっぱちょっと考え直すべきですかねと私は思います。やっぱり、うんうん、あのそういったことと、うんうん、もう本当に化学物質っていうものに頼りすぎちゃって、うんうんもう本当にそうさっきもね、うん、エレベーターの中でちょっとびっくりする匂いが、うんうんはい、そうなんかです ね私の体もだんだんとやっぱりもうだんだんと年を取ってきましてね、うんうん、だからうんとか言っちゃったそんなことないですよ。化学物質にだんだんと多分、ね、蓄積してきてるんでしょうね、うんうんうん、過敏に反応するようになってきちゃってるんですよ、はい、でも私もそうです。ちょっとでもなんか変な匂いつけてる人がいるとうみたいな。そうなんです。タバコの匂いとかも本当嫌ですよね。もうなんかそういういろんなこう、うん、匂い、うん、あの自然のものじゃない匂いを嗅ぐと頭が痛くなるとか、うん、なりますね。なりますなります。ちょっと息苦しいとか、はいはい、なっちゃうようになってきて、うんうんなんでかなと思ったらあもしかしたら私の体がそんなものは入れるなって言ってるのかなっていうのを、うん、そうなんですよ。結局なんかの熱を出したりとかも、うん、結局その体の中がウイルスと戦ってくれてるっていう現象だから、うんうんうん、そこでこの何でしたっけ解熱剤とか飲むのも、うんうん、それもおかしな話なんですよね、うんうんうん、で痛みっていうのも結局そこがこれ以上、うんまあ、怪我しないような防御反応だから、うんうんうん、そこで鎮静剤も鎮痛剤でしたっけ。鎮痛剤ですね、うんうん、そうなんですよ、ね、でその医療者として、うんまあ、言っていいのかどうかっていう面もあるんですけどでもちゃんと分かってる先生たちは、うん、あの言ってるんですけど、うん、もうあの任せて自分の体を医者に任せるだけではダメですよ、うん、治すのはあなたですよって、はいはい、あそう言ってくださる先生だったらすごいありがたいっていうか、うん、あ先生分かってますねみたいな、うん、ちょっと何様なんだけど、うんうん、でも、うん、本当にそうなんですよね、はい、だからあの自分の症状をきちんと伝えて、うん、そして自分があの治すために何がをするのかっていうこと、うん、プラス、はい、本当に必要なら薬っていうところで、うんうん知識をやっぱりあの患者さんたちもあの、うん、どんどん持っていく。そうですね。自分の体はやっぱり自分で治すという意識で、うん、はい、はい、行った方がいいですよね、うん、はい。じゃあここで一度 CM に入ります。問題。
本はちょっと長く取っていくように必ず2本ずつ作ってたんです。そうそうそう、そう私もね、うん、必ず3つぐらいずつ、それでやってたら、いつの間にか増えちゃって、で美味しいから、あの他のもの何かを持って人を訪ねるんじゃなくて、もうこれを持ってもうお土産代わりに頼んでて、ただみんな美味しいねって言ってくれるんで、そのうち、まあ、自分で作りたい、教えてとか言ってくれたら、そう持っていきたいなと思って、ね、そうですよね。でもポスできるし、びっくりしますよ。ああ、でもあのめぐみさんにいろいろ教えてもらったりとか、最近あのゲイさんがね、あの YouTube にアップしてくれてるやつとか。あ、そうなんだ、うん、何を YouTube に、ですね、あの発酵ドリンクの作り方をゲイちゃんがやってる、うん、やってる。まもなく CM いきます。とても分かりやすい動画です。はい、ではマイクあげます。時刻は間もなく3時49分になろうとしているところです。はい、今週もエシカルビューティーのすすめをお送りしております。はい、今週もゲストは先週に引き続き、はい、ナースのナースであり、はい、ナースでありだから動物愛護、あ、猫ちゃんですね、猫ちゃんの、そうですね、はい、保護猫活動、まあ、うんうん、されている小上彩子さんと、うん、まあ、楽しくお話をしてます、はい、なんかおしゃべりタイムみたいな感じの番組なんですけど、ごめんなさいね、すいません、いいえ、でも楽しいんですよね、はい、うん、はい、私もなんか、うん、楽しくやってます、はい、でさっきね、まあ、いろいろこのね、まあ、環境の問題であったりとか、まあ、それにおそらくそれが起因しているであろう、うん、ちょっといろいろね、子どもさんの問題であったりとか、そう、うん、ね、そう、そう、私たちがその、まあ、出会うきっかけになったのも、うん、まあ、それらをこれで解決できるんじゃないかみたいなところの、うん、まあ、ミネラル発酵ドリンク講座っていうところでね、うん、出会ったんですよね、はいはい、でちょうどあれなんですよね、今の沖縄が、うん、発酵ドリンク作り、うんうん、すごい一番いい時期なんですよ ね、うん、そうですね、困りますね、はい、どんどん作っちゃって、いっぱい作ってます。いや、写真なんかこの間とか宮子さんの写真を拝見して、うん、あの時点で多分10本ぐらいだったのかな、はい、それで私はそれでもびっくりしてたのに、うん、今この CM 中にお伺いしたら44本。いや、うちですら今35本ぐらいなんですよ。もういっぱいいっぱいなので、黒ですね、うん、はい、これ以上は新しいのは、はい、なので、うん、まあ、古いものを開けていって、開けて、うん、そのボトルを、まあ、洗って、うんうん、あれでも3回ぐらいまでですね、はい、洗うのは、うん、やっぱりこうプラスチックなので洗ってる間に傷つ、うんうん、見えない傷が、はい、入ってしまって、そこからの雑菌っていうのがちょっと怖いので、うん、だからまあ3回ぐらい洗ったらもう、はい、はい、じゃあ最後ね、らっきょうとかつけるといいと思いますよ。なるほど、はい、私ちょうどおととい島らっきょうつけて、はい、島らっきょうのミネラル発酵ドリンク、え、あ、やりたい。あのね、飲むんじゃなくてあれなんですよ、らっきょうって作ったことあります？ないです。あの結構らっきょう作ってみたいなと思う、うん、私も思ってて、うん、でその原材料とか見て、はい、まあ、閉じるわけですよ、うんうんうん、なんかちょっとずつ揃えるのがなんかもう面倒みたいな感じで作ってなかったんだけど、ある時そう、まあ、沖縄に来てからその島らっきょうを見て、うんうん、あ、これでドリンク作ったらどうなんだろうと思ってやってみたのね、はい、でもちろんそれ飲むんじゃなくてのドレッシング代わりにやろうと思って、で果たして好みどうしようと思った時に、うん、その後のドリンクに、うん、あのお酢をちょっと入れて、うん、そこにそのままつけといたんですよ、うんうんうん、そしたら見事にちゃんとらっきょうになっていて、おいいこと聞きました、やります、はい、うん、ね、らっきょう美味しいけど、ね、結構あれもね、いろんなの入ってますからね。そうですね、うん、あ、であれずっと一回作ると、うん、まあ、結構2年ぐらいでも全然食べれます、すごい2年前のまたあるけど、すごい、うん、もうぜひ楽しみます、はい、私この前その今年去年、うんうん、柚子を、ね、はいはい、つけた、うん、あの柚子を柚子も美味しいですよね、うん、で一つ開けて、うん、はい、
あのドリンクとミトに分けて、うんうんうん、で身の方を、はい、あのドリンクちょっと混ぜた状況で、うん、なんだミキサーにかけて、はい、でこれをドレッシングに混ぜて、うん、美味しかったから美味しいんですよ、あの友達に配ってたら大好評でした、はいはいはい、ね、美味しいって、餃子に入れても美味しい、っていうのがあの私横浜出身なんですけど、はい、でその横浜の、まあ、友人がね、うん、その餃子すごいあの名店なんです、うんうんうん、餃子の名店の味噌を、まあ、やってらっしゃるのすごい有名な横浜中華街の元々のその方が独立されてる店なんですけども、そこにまあ季節餃子としてその発酵ドリンクで作ったその柚子とかあと晩柑、その皮をちょっと刻んで餡に混ぜ込むと、はい、美味しくなる、そうですよ、いいこと聞きました、うん、さっぱりと、はい、はい、うん、ね、ぜひ、ね、これも参考にしてみます、はい、まあ、宮子さんもねこれから発酵ドリンク講座やられるんですかね、はい、やりたいんです、はい、はい、ね、うん、なんかそこからやっぱりナースとしての、はい、まあ、うん、視点のそのお子さんのこの食と健康とか安全のこととかね、どんどんお伝えできたらいいですよね、うんうんうん、かなと思ってます、うんうん、これからのやっぱ私たちもまだこれからの未来に向けてやらなきゃいけないけど、うん、はい、うんうん、でも背負っていく子どもたち、そうなんですよね、うん、その子どもたちもここに関わ、うんうん、もう関わらないと、はい、将来本当にこのね、うん、あの地球どうなっちゃうんだろうっていうところがあるので、うん、そうですね、はい、でも自分たちの健康を守りながら、うん、守ることが結局その地球の未来の、はい、のためになると繋がりますよね、はい、本当に買い物は投票なんだっていう本ありましたけども、はいはい、うん、まあ、まさにそれで、ね、本当にそう思います、一つ一つの私たちのこの消費のあり方によって健康も変わってきますし、うんうんうん、環境も、うん、もう全部一緒くたんですよね、でそこにまあ動物たちもね、そうなんです、だからそれを関わってくるといいですね、できるだけしんどいんじゃなくて楽しくやる、うん、そうそうそう、っていう風にそれ一番、はい、なんかそうね、うん、それが一番ですよね、楽しまないと続けられないので、うん、はい、はい、しんどくやってたら、うん、もったいないですよね、もったいないです、時間がね、はい、もう何でもそれじゃ仕事も楽しくやらないともったいないです、うんうん、はい、はい、はい、うん、ね、でも本当大変なお仕事なのに、なんかその私は楽しんでやってるんで、バイタリティがねすごいなと本当にいつも思います、はい、宮子さん、うん、ね、そのじゃあ最後に宮子さんのその元気の秘訣は何でしょうか、元気の秘訣は、うん、ワクワクすることを何でもしたい、ワクワクすることは何でも、ワクワクもうだからなんかやらなきゃいけないこと言ったら、うん、ワクワクを見つける、うんうん、あ、その中から、はい、最初ちょっと面倒いなとか思ってもその中から見つけるの、はい、自分で、うん、あ、そうすると素晴らしい、嫌なことじゃなくて、うん、楽しいことに変わる、うん、と思って、うん、はい、うん、やろうと思ってます、私もちょっとね最近めんどくさがり屋になってるのでちょっとそのあたりじゃあ真似させてもらって、いえいえ、とんでもない、はい、私いつもめぐみさんから元気もらってるから、うん、ありがとうございます、はい、うん、ね、もう2週に続けてありがとうございました、はい、こちらこそ、また遊びにいらしてください、はい、はい、終了で保存して。